ジョジョの奇妙な冒険、ファントムブラッド。血は命なり。美女の返り血はこの石仮面にある無数の細かいひびに吸い込まれている。仮面は生き血を吸って動き出した。実に奇怪だった。男は死なない。どのような仕掛けになっているのか。この石仮面から飛び出た数本の骨身に頭を刺されているのに。俺はついに手に入れたぞ、永遠の命を。おっさん。西暦12世紀から16世紀にかけ、メキシコ中央高原に強大で勇猛な王国があった。その名を太陽の民アステカ。そしてその中にこの石仮面の能力で世界に君臨しようとする野望を持つ一部族がいた。石仮面は彼らに伝わる奇跡、永遠の命と真の支配者の力をもたらす。しかしある時この部族は目的を遂げず、忽然と歴史から姿を消す。無人の廃墟を残して。なぜなのか、どこへ行ったのか、謎のすべてはこの石仮面にある。この物語はメキシコから発掘された謎の石仮面にまつわる二人の少年の数奇な運命を追う冒険譚である。聞こえねえのか、ギオ、ギオ、うっはっ、うっはっはっは。ここへ来い、ギオ。聞こえねえのか、ギオ、うっはっはっは。なんだい、父さん、薬かい。いや。薬はいらねえ。リオ、ちょいと来い来い。話がある。俺はもう長いことね、わかるんだ。じき死ぬ。死んだ後の気がかりは一人息子のおめえだけだ。いいか、リオ。俺が死んだらこの手紙を出してこの宛名の人のところへ行け。こいつは俺に恩がある。きっとお前の生活の面倒を見てくれる。学校へも行かせてくれるだろう。こいつは俺に恩があるんだ。12年前、あれは1868年の雨の日だった。
こんな話息子のディオには話せねえがよ。あそこの崖は雨で崩れやすくなる。よく馬車が落ちてた。俺はたまたまそこを通りかかったが、落ちていたのは貴族の馬車らしく、金の匂いを感じた俺は降りていった。誰一人生きていないと思ったが、赤ん坊だけ母親がかばったせいで生きていたみたいだ。ある人間の不幸っていうのは、ある人間を幸福にする。俺は金目のものを物色した。ただカバンの中にあったあの気味の悪い仮面だけは取らなかった。今思い出してもゾッとするぜ。すると死んでると思った男が息を吹き返しやがった。解放したつもりはないが、男は俺を命の恩人と勘違いしているみたいだ。男の名前はジョースター。礼をしたいというので名乗って損はないと思い、俺も名を伝えた。あの後さらにジョースター卿からもらった多額の礼金で酒場を始めたが、月に見放され、女房が死に店は潰れ、病気になってこのざまだ。チキショー、ディオ、俺が死んだはジョースター家に行け。お前は頭がいい、誰にも負けねえ。一番の金持ちになれよ。醜くってずる賢くって母に苦労をかけて死なせ、最低の父親だったぞ。一番の金持ちになれだと、ああなってやるとも。お前の遺産受け取るぜ。一人でも生きられるが、利用できるものは何でも利用してやる。だからこのジョースターとかいう貴族を利用して誰にも負けない男になる。クズめ。ヤブ医者のくせに儲けてっからな。よし、人形の服を脱がせてやるぜ。あそこが本物と同じかどうか見てやる。エリナ、エリナ、泣き虫エリナ。やめろ。人形を返してやるんだ。なんだお前、エリナの知り合いか。知らない子だが、僕には戦う理由がある。この野郎、女の子の前だからってカッコつけるやつ。俺こういうやつ大嫌いだ。やっつけてやる。こいつらやだ。もう待ってろ。やろ、カッコつけてよ。生意気なんだよ。このキャッチベル、キャッチベル、キャッチベル、
Yeah.